フランク・モンデルは、アメリカ合衆国、セントルイス出身の政治家、共和党員、ワイオミング州選出のアメリカ合衆国会議員、会員多数党員内総務。フランク・モンデルは、1860年11月6日に、ミズーリ州セントルイスで生まれ、アイオワ州ディキンソン郡で育った。公立学校で教育を受け、長年にわたり、農業、畜産、 鉄道建設など様々な職を転々としていた。1887年にワイオミング巡州に移住し、炭鉱と石油開発の事業を営んだ。ニューキャッスル市の設立と発展に尽力し、1888年から1895年までニューキャッスル市の初代市長を務めていた。1890年から1892年までワイオミング州上院議員を務め、 1892年には、衆上院議長に就任した。1894年、アメリカ下院議員選挙に、共和党候補として出馬し、当選を果たす。1896年選挙では、民主党のジョン・ユージーン・オズボーンに敗れ、落選。1898年選挙で再選を果たすまで、アメリカ陸軍総局の副長官を務めていた。 1898年選挙以降、12期連続で再選を果たしており、ワイオミング州選出の会議員の中では、最多連続当選回数を誇っている。また、会議員の通算在職期間26年例も、ワイオミング州選出の会議員の中では、最長である。ベテラン共和党議員として、公有地委員会委員長や、会員多数党委員内総務など、 会員の要職を歴任した。1922年選挙でアメリカ上院への蔵替え出馬を行ったが落選。1923年から2年間戦時金融公社の取締役を務めた。1939年8月6日、ワシントン DC の自宅で死去。死因は白血病だった。ありがとうございます。